エーレット級通報艦は、フランス海軍が第一次世界大戦前に建造した通報艦で、同海軍では一等通報艦に類別していた。本級はフランスが世界中に持っていた植民地や保護国を警備するために建造された艦級である。通報艦とは二通りあり、一つは艦隊に付随して敵艦隊の情報を艦隊に通信する。 艦隊通報艦が主流であったが、その役割は艦隊の前衛たる駆逐艦が担うこととなり、もう一つは本国から海外領土や植民地への回路を警備し、現地での権益と治安を保護するための活動を行う植民地通報艦があり、イギリス海軍ではスループがその役割を担っていたが、フランス海軍では独自に通報艦として整備し続けていた。 本級は1917年度海軍計画により2隻の建造が認められ竣工した。本級の船体は商船型船体で、船体中央部の上部構造物の前側に環境が配置され、両脇に船橋を持っており、船体中央部に一本煙突が立っていた。あった。艦首と艦尾に6.5センチメートル速射砲を棒立てのついた 単装砲がで1機ずつ、計2機、10センチメートル速射砲を、前後の甲板上に棒立てのついた、単装砲がで2機ずつ、計4機を配置した。ブレスト海軍造船所にて1917年起航、1918年3月浸水、1918年春航、1941年10月30日に、モロッコに売却。 ブレスト海軍造船所にて1917年起航、1918年3月浸水、1918年浸港、1934年に除籍後解体。ありがとうございます。